ローマ帝国、アエギュプトゥス属衆アエギュプトゥスのキリスト教家は、ローマ帝国のキリスト教家について説明する。古代エジプトでは古代エジプト古来の宗教が信仰されていたが、エジプトのギリシャ人、ローマ人の支配を経て、エジプト固有の風土は薄れ、大きく変貌することとなった。また、帝国全体にわたって、キリスト教ではない異教の神殿の閉鎖を命じられ、 古代エジプトの宗教は、瀕死の状態になる。その一方四世紀を通じて、キリスト教は地位を高め、異教の信者は減り、390年に皇帝テオドシウス一世の命により、国教となったキリスト教以外の異教を禁じられた。これら一連の動きを経て、アエギュプトゥスは、キリスト教家されるに至った。古代エジプトと呼ばれた地域は、 度重なる移民族支配に続いて、一世紀頃には強大な勢力を持っていた古代ローマの支配下に完全に入った。また、ローマ皇帝の資料として皇帝個人の収入源となった。この地域はローマ帝国にとって重要な穀物の供給地となり、穀物を中心とした富を供給し、ローマ人のパンとサーカスを支えることとなる。その時期の詳細は、 アエギュプトゥスを参照のこと。ローマ皇帝、マルクス・アウレリウス・アントニヌスは増税したことにより、現地エジプト人の反乱を招いた。172年にイシドルス率いるブッコリック戦争と呼ばれる反乱が起こり、数年で制圧されたものの、地域経済に大きな打撃となり、これを契機としてアエギュプトゥスの経済が衰退を始めた。カラカラは、他の俗州と同様、 自由民であるすべてのエジプト人に、ローマ市民権を認めた。それにより、エジプト人もローマ市民権を得る。ただし、これは税収を増やすことが目的で、帝国の財政は歳入を増やしても破綻に向かい、属州の富を基盤とした商業は停滞して行った。その後、ローマ帝国は、工場的に複数の皇帝に分割されるようになり、この間、エジプトでは、 新たな宗教をキリスト教が普及し、社会の中核を占めるようになっていった。キリスト教はまず、アエニュプトスに暮らすユダヤ人に伝わり、そのユダヤ人から、東地中海に多く、当時の白式人種であったギリシア人に、そして現地のエジプト人にも広まっていった。エジプト文明の系譜を継く人種であり、古代エジプトの宗教を信仰していたエジプト人であったが、 その中でも特に仮想階級の人々は、ローマ帝国の厳しい圧政によって、古来のエジプト宗教への信頼をなくしていたという。そんな中でのキリスト教の信仰であったため、すべての人は、神の前では平等で救済されるという教義に魅力を感じたのであった。この結果、200年頃までにアレクサンドリアは、キリスト教の中心地の一つに発展し、アレクサンドリア教会が成立し、 キリスト教のも大本山にまで発展することとなった。初代教会の歴史である教会史を記したエウセビオスは、アレクサンドリア教会は、福音記者マルコが創設したと伝えている。アレクサンドリア教会は、キリスト教の歴史の中で大きな影響力をもとこととなる。パピルスの生産地、集産地であるアレクサンドリアでは、数々のパピルス写本が作られ、 また洋皮写本も作られたと推定される。新約聖書の写本には、アレクサンドリア型と呼ばれる方が存在するほどである。エジプトにおいて発達した砂漠のイントン修道とも、大きく、関わりがある。修道院生活というキリスト教活動は、アエギュプトゥスから世界中に伝わっていったのであった。また、同じ時期には古代エジプトの言語の一種である、コプト語が発達した。 コプト語は、ギリシア文字にエジプト語独特の発音を表す、いくつかの記号を補った文字で書かれる言葉であった。このコプト語が、初めの頃とのキリスト宣教者が、現地エジプト人に、教典や、福音の言葉を伝えるために利用され、やがてアイギュプトスのキリスト教の礼拝式の言葉となり、現在でも使われている。コプト正教会と同期限の名称である。 フィライ神殿323年後にキリスト教に改修することとなるローマ皇帝コンスタンティヌス一世と共同皇帝リッキニウスはキリスト教との信仰を認める胸のミラノ直令を発したまた356年にはローマ皇帝コンスタンティヌス二世が帝国全体にわたってキリスト教ではない異教の神殿の閉鎖を命じる世紀を通じて キリスト教は地位を高め、その他の宗教の信者は減っていき、そして390年には、テオドシュース一世の勅命により、国境となったキリスト教以外の異教を禁じられた。ただし、エジプト南部のアスワンに残る、フィライ神殿に残る4世紀頃の落書きなどを見ると、古代エジプトの宗教の神々に対する崇拝は一部の人々によって隠れて残された。また、 五世紀になっても女神、イシスやその他の神々が信仰され祀られていた。また、この頃には、プトレマヨス朝時代に作られたアレクサンドリア図書館は財政破綻のため規模を縮小し、その蔵書や重要性もかつてのように高くはなくなった。後に、本館は暴動のさなかに略奪、破壊され、その姉妹館であった付属のセラペウムは九十一年に、 コプト教のアレクサンドリア司教、アレクサンドリアのテオフィロスが発した、布告のもとに略奪と破壊にさらされ、かつての意向や重要性は、キリスト教から見る異教という名目で寝返しにされる。それに代わり、アレクサンドリアには、アレクサンドリアのキリスト教図書館が作られ、そこでは主に、キリスト教神学的な議論が交わされ、増書された。また、ローマ帝国が、 キリスト教家するにつれ、アレクサンドリア図書館などの東地中海に多く残るヘレニズム時代の大図書館を模範としたキリスト教徒の図書館がキリシア語圏であるローマ帝国の東部全域に設立され始めた。こうした図書館の中で最大かつ最も有名なものに、カエサレアマリティマの神学図書館、エルサレム図書館などがあった。そんな中で、 古代ギリシアヘレニズム的な観点を吸収しながら、キリスト教は大きく変貌し、成長する。この時、エジプトのテーベに存在し、最も格式高い神殿であったタカルナック神殿は、この異教弾圧の時代に大部分が放棄されることとなり、その後には、キリスト教会が廃墟の中に設けられた。このうち最も有名な例は、トトメス三世祝祭殿の中央の間の、 再利用であり、そこには、聖人が描かれた装飾やコップと語の碑文が今もなお見られる。また、一室崇拝を存続させていたナイル川第一幕府の、フィラエ島でのフィラエ神殿での伝統的な礼拝は、当時の範囲教徒の迫害にもかかわらず、少なくとも5世紀に生き残り、キリスト教と共存していた。キリスト教消される頃の最初の司祭はマセドニオスで、 神殿に保管されている神聖なハヤブサを殺したと伝説が語るが、現代の専門家はこの記述の歴史を疑問視することが多い。少なくとも5世紀半ばまでに異教の寺院と共にキリスト教の教会が存在し、共存していた。その後、ローマ帝国の下での4世紀末にテオドシウス一世が帝国内のすべての古代神殿を閉鎖しようとしたとき、 フィラエ等のフィラエ神殿だけは抵抗を続け、453年に不可侵の条約が締結され、周辺地域の宗教的自由が保障され、その条約はユスティニアヌス一世の閉鎖まで約100年間守られることとなる。395年1月、ローマ帝国が東西分裂し、アエニュプトゥスはそのうちのの東方領土、すなわち東ローマ帝国の領土となった。 その後、古代ローマ帝国の分割後は、東ローマ帝国に属し、豊かな穀物生産で、その繁栄を支えた。また、キリスト教の神道と共に、独自のコプト教会が生まれた。その一方で、東ローマ帝国の地下約100年間にわたって古代、エジプトの宗教は存続した。異教の禁止東ローマ皇帝ユスティニアヌス一世は、コインの表に十字架をかざす姿を描いた。 それと同様に、キリスト教、第一主義が取られた。しかし、世俗政治と同様に皇帝の教会政策でも、先制君主の偏鱗が垣間見えることとなる東、ローマ帝国の皇帝、ユスティニアヌス一世は強硬なキリスト教以外の異教の弾圧を推し進め、その一環として、エジプトの宗教の寺院の閉鎖命令が出された。ついに550年、ユスティニアヌス一世により、 最後の古代宗教の抵抗集団であったアスワンのフィラエ神殿は閉鎖され、古代エジプトの威風はついに失われることとなった。閉鎖後は、四つのキリスト教会として再利用されることとなり、古代エジプト文明時代の古い神々や、それに伴う独自の文化、古代エジプトの神々や文字。 歴代ファラオが築き上げた歴史は忘れ去られ、エジプトの砂漠の中に多くの神殿は放置され、砂漠化するか、キリスト教の教会などに転用されたりした。また、フィラエ神殿は古代エジプトの宗教の中心地ではなく、キリスト教の中心地としての重要性を保持することとなり、その神殿のうち5つは教会に転用されることとなった。そのうちの一室神殿は、 聖ステファノス教会に奉献された。その過程で、多くの心臓は、聖母、マリアやイエス・キリストの像に転用されるか、破棄されるかの運命をたどった。また、その他にもリビア砂漠のアウギリアにおけるアメン人崇拝は廃止され、そして同じことが、イシス人崇拝の残詞でも起こった。古代エジプトの文化と宗教を守り継いだ民族のうち、唯一、ヌビアのみが、 その信仰を後世に伝えたのであった。不安定な支配に悪殺されるヒューパティアこの頃のアエニュプトゥスの地はキリスト教の論争の中心地でもあった。415年にはこうした雰囲気の中でキリスト教徒と見られる暴徒たちによってアレクサンドリアからユダヤ人を追放させる事件が起きた。その時哲学者ヒューパティアは異教徒であるとして殺された。エドワード・ギボンは ローマ帝国水防士にて、始巡説のある日、総司教王、キュリロスらが馬車で学園に向かっていたヒュパティアを馬車から引きずり下ろし、教会に連れ込んだ後、彼女を裸にして、下記の貝殻で生きたまま彼女の肉を骨からそぎ落として殺害したと伝えている。その後、これによって古代ギリシア、プトレマイオス朝、エジプト王国から受け継がれる、ヒーデタ、学問の系譜は、 このアイニュプトゥスでは途絶えることとなった。しかし、後にアレクサンドリアではキリスト教徒、ユダヤ教徒がプトレマイオス朝以来のプラトン主義を含む哲学、思想の系譜を引き継ぐこととなる。そして、この学問の系譜はイスラームのアラブ人に征服されるまで聖書文見学の中心として発展したのであった。また、アイニュプトゥスでは他にも 境界分裂を原因とする内紛は延々と続き、そのために帝国の中でもアエギュプトゥスは異質な存在となり混乱した。7世紀頃に東ローマ帝国とサーサーガアー,アーサ、ペルシャ帝国との間で争いが起こり、その結果618年または619年からアエギュプトゥスはペルシャに占領された。その後は、 東ローマ帝国がエイプトゥスを奪還するなどしたが、キリスト単生論者が堂々と考えを主張するようになるなど、宗教的にも政治的にも東ローマ帝国の支配から有利し、半分裂状態となった。しかも、そこには新たな敵が控えており、それがイスラーム帝国であった。預言者、ムハンマドの政治的後継者である第二大政党カリフのウマルは、 将軍アムルイブンアルイコールアースを派遣し、攻撃を繰り返してついに東ローマ軍をアレクサンドリアに追い詰め、ついに陥落させ、入場し、東ローマ兵をギリシャへと引き上げさせることに成功した。7世紀以降のイスラーム化を経て、エジプト固有の風土は薄れ、大きく変貌することとなった。その時代の主な首都はテーベでもなく、アレクサンドリアでもなく、カイロだった。 あとに、イスラーム王朝である、ファーティマー朝、トゥールーン朝、アイユーブ朝、マムルーク朝の中心地としての役割を、アエニュプトゥスは果たし、15世紀にはエジプトは、オスマン帝国の支配下に入った。アンク。ケメティズムの主要なシンボルの一つ。古代エジプトの宗教は、グレコローマン時代においては、廃絶や崩壊などという危機に陥ることはなかった。アウグストステ帝は、 新しい寺院をアエギュプトゥス族衆に建て、古代エジプトの既存の寺院を修復したり、後の皇帝もアウグストゥスよりも小さいスケールではあるが同様な被護を行った。しかし、ネルーア・アントニヌス朝の皇帝がエジプトの宗教に対して寄進を行い、被護したのを最後に衰退する。その後のローマ皇帝たちも寄進をしなかったわけでは、 なかったが、軍人皇帝時代とドミナートゥス時代以降は、皇帝たちの宗教に対する秘護も薄れた。しかし、最終的に古代エジプトの宗教の破滅を招いたのは、アエギュプトゥス族衆におけるキリスト教の出現と、その浸透である。キリスト教は、非キリスト教を徹底的に排除し、抑圧した。古代宗教の最終的な破壊は、悪魔を根絶するという意図で、異教徒を、 徹底的に攻撃、抑圧、そして最終的には断絶させたキリスト教の司祭、司教、僧侶らに起因している。423年には大規模な騒動があった。6世紀の東ローマ皇帝ユスティニアヌス一世は、キリスト教の熱心な信者であり、異教徒を迫害した。その後、寺院が荒廃し、 エジプト全土の宗教構造が変化するにつれ古代の宗教は徐々に消え去った。また、この時代では古代のファラオたちによって建設された寺院はアレルに任され、その存在も忘れ去られていく。また、一部の村落において存続していた儀式などの行事を大いに排除した。古代エジプトの宗教は今では一部の宗族に名残を留めるのみとなっており、エジプト後に至っては、 ナイルデルタの隔絶された地域にある存落にわずかにボゴア社が残るのみとなっている。古代宗教の最後の取りの一つであるコプト語はキリスト教家と後のイスラーム家を生き延び後期エジプト語の威風を残した。コプト語は後にエジプト学者にエジプト語の音源に関する重要な洞察を与えたと考えられている。しかし古代後期にはエジプトの宗教の影響は 他の宗教にも現れた。ギリシャ人とローマ人はエジプトをエキゾチックで神秘的なものとみなし、国とその宗教に対するこの魅力は地中海周辺の拡散にいくらかつながった。イシスやベスのような神々は地中海の交易によって他地域にも広がりを見せ、地中海一帯はもちろんブリタニアにおいてもイシスの信仰の痕跡は確認されている。また、 古代エジプトの宗教への関心は1970年代に出現した現在のケメティズムとして知られている。ケメティズムの信者は一般的にマート、バステト、アヌビス、セクメト、トートなどを崇拝している。劇的な虐殺の詳細とともに白色で美しき女性哲学者だったヒューパティアの伝説は後世に多数の作家による文学作品となった。 定住者が少なかったこともあって、イスラーム帝国侵攻前の時代の遺跡はほとんど見つかっていない。ありがとうございます。